どうも、スライタクです。よいしょ。5万ぶち込み競馬。いきます。よし。スライチャンネル。まあ、そんな収益ないんですけど、11月は特に配信できず、まあ、収益があって、で、その、一部を僕がもらってる感じなんですけど、その、ほとんど行きます。船橋で、大きいレースがありまして、それを5万突っ込んで、まあ、倍ぐらいにしたいなと思いまして、まず9番のサルサディオーネっていう馬がね、結構地方競馬はね、あんま配信はしてないんですけど、ぼちぼちやってて、このサルサディオーネって馬は結構ギューンって逃げ切る馬が出てたんで、結構人気やったんで単勝、僕が見たオッズで 3.1 倍。これに3万いきました。で、あとは、馬連で、3番と4番の馬もね、ちょレース見た限り、どんな馬かあんま詳しくないんですけど、まあ、なかなかやるなと思ったんで、93の馬連7500円、これ 10.9 倍。94の馬連、これ12500円、5.4 倍。計5万円、いきました。うまいこといけば、10万ぐらい勝てるんじゃないかと。思うんで、久しぶりにガチでひりつきますね。ボーっとやってる人は結構いると思うんですけど、地方競馬あんまいないと思うんで、これが競馬だっていうのを見せられますよ。めちゃくちゃひりつく、震えてる。9番、9番要注目です。皆さん、さあ9番がいいスタートを切ったんじゃないですか。ほら、好スタートやって、好スタートやって、そのまま行けよ。先頭に立って内にコースを取っていきます。これですよ皆さん。カリーナの外、5番のステラモナークが2番手に上がっていきます。さらには外へ出して3番のパーフューマイ、あとは見守るのみ。いいスタート切りました。あとは3、4がついていくか。いやー、競馬をもっと撮影とかしたいんですけどね、ぼちぼち勉強はしてるんですが、ぼちぼち勉強するたびにぼちぼちお金はなくなっていきます。9番いいよ、いいよ、そのまま逃げてけば実力はあんねんから。5番来なよ、5番、ちょっと一回飯でも行こう。5番一緒に飯でも行こう。5番おごるから、全然怒る。固まって上がっていく12番シネマソングス、2番のナムラメルシー、9番大丈夫かな。いや、いい感じじゃないですか。あとはバラケガで8番のアッシェンプッテル、さらに後ろ、うまく息できへん。7番サルサレイヤ、6番のアブソルートクイーン、開いて、いや元気よく逃げてる。それから11番ペンシャゲラン、このペースでいけば、いや、話してるよ。逃げる9番のサルサディオーネ、大丈夫大丈夫。2馬身から3馬身、4番来てますね。4番来てる。49でも、49でも馬に勝ってるから。いけるいけるいける。逃げてる逃げてる逃げてるよ。これ逃げ切るやろ。行く行く行くよ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 。大丈夫大丈夫大丈夫。これ大丈夫。8番のアッシェンプッテル、大丈夫大丈夫。オッケーオッケー、大丈夫、頑張れ、自信持って。自分の競馬して、自分の競馬。来た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 。圧勝でした。9番のサルサディオーネ。よし、でかい、でかすぎる、競馬おもろ、おもろすぎる。生まれんは当たらんかったけど、当たりました。単勝9番、3万が10万5000になりまして、なんやかんやで5万勝ち、倍になった、5万5000勝ちです。サルサディオーネ3番人気信じた結果取りましたね。やっぱレース見とったから、俺サルサディオーネのガーン行くとこ見とったからさ、そのままガーン、うーわあかん、おもろすぎる。また競馬場行ったりなんやしたいですね。F 競馬さんとかもいつか行けるようになると思うんで、この笑顔、この笑顔見て、あー、またやります。
でかすぎ。チャンネル登録してくれしてくれ、チャンネル登録めちゃくちゃしてほしい。